どうも、俊介です。今回は、やりたいことが見つからない人へ、たった2ステップでやりたいことを見つける方法というテーマでお話ししていきます。やりたいこと探しで悩んでいる人は、おそらくこんな風に感じているのではないでしょうか。何かはやりたいけど、何をしたいかがわからない。やりたいことがないから就活で困っている。自分のやりたいことがはっきりと分かっていて、それを踏まえた仕事をしている人というのは、ものすごく少ない。ですが、今自分がしていることがやりたいことかそうでないかで、モチベーションや人生の充実感がかなり変わってきます。当然やりたくないことをやってる人生が楽しいわけない。それはわかりますよね。そのまま残りの人生をつまらない、やりたくない仕事を続けていくのって、どんどん自分の人生を悪いものにしていってるのと同じです。人の人生の中で仕事の時間はとても多くて、そんな膨大な時間を嫌なことに費やすのはもったいなすぎる。ということで、今回はやりたいことが見つからない人に向けて、探すのではなく、たった2ステップでやりたいことを作るという方法を紹介していきます。この動画を見ることで、やりたいこと探しで迷い続けることがなくなります。そして本当に自分がやりたいことがわかるので、それに少しずつでも時間を費やしていくようになれば、人生の質はどんどんいいものになっていくのは間違いありません。やりたいことをやるというのはやっぱりすごく楽しいし、充実します。これを機にさらに人生をブラッシュアップしていってください。今日の内容は特にやりたいことの見つけ方という本を参考にしているので、もっと詳しく知りたい人はぜひ買ってみるのもいいと思います。またこのチャンネルでは、人生を変えるを軸に考え方や知識、ノウハウを発信しているので、自分の人生をより良くしていきたい人はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速内容に入っていきます。ということで、やりたいことを作っていく前に、やりたいことが見つからない理由を3つ解説していきます。やりたいことが見つかってない人は、この3つの中でどれかを無意識にやってしまって、そのせいでなかなかやりたいことを見つけられてない可能性があるので、気をつける意味でもチェックしながら動画を見ていてください。それでは1つ目の理由です。それは経験してないから。やりたいことが見つからないは、経験したことがないからできないにも言い換えることができます。休日に何をしたらいいのかわからない時や、進路で自分が何をしたいのかわからないのは経験がないからです。経験したことがないのにやりたい、してみたいと思うのは、よっぽどの理由やメリットがあるから。例えば憧れの人のようになりたいとか、テレビに出ていた、美味しいものが食べたいとか、友達が楽しいと言っていた、沖縄に旅行に行きたいとかですね。なので、そのきっかけや欲がなければやろうとも思いません。明らかに経験不足。次に2つ目の理由です。それは興味を持ってもすぐに面倒くさがるから。何かを始めたいと思っても、道具を揃えたり練習したりと楽しくなるまでには過程が必要です。するとせっかく興味を持っても面倒くさいと思うと、やりたくなくなってしまいます。簡単に始められても上達するのに時間がかかると、よりやる気がなくなりますよね。こうやってやりたくない理由がどんどん大きくなると、めんどくさいと理由をつけて挑戦する前に諦めてしまいます。当然これではやりたいことは見つかりません。それではやりたいことが見つからない最後の理由です。それは行動しないから。これは経験がないからと近いですが、自分に才能があるかどうかはやってみないと分かりません。ですが行動する前に、自分にはできないと挑戦する前に諦めてしまえば、どんなことも始めることはできませんよね。また諦める癖がついてしまうと、社会人になったから時間がないなど、興味を持っても言い訳をつけて諦めてしまいます。自分にはできないという思い込みが、やりたいことが見つからない状況を作っていくんです。以上がやりたいことが見つからない3つの理由でした。もしこの中で思い当たる節があれば、注意が必要です。やりたいことがせっかく見えても、それがやりたいことだと気づかずに終わってしまうから。なので、これからは今挙げた3つの理由の逆のことをするようにしてくださいね。たくさん経験をして、めんどくさがらず行動する。ということで、ここからやりたいことを作る2ステップに入っていきます。それではやりたいことを実際に作っていきます。まずステップ1は、情熱才能でやりたいことを作る。大抵の人は好きなことがやりたいことだと思っている人が多いですが、それでは足りません。ということで、情熱と才能についてもうちょっと深掘りしていきます。まずは情熱についてです。情熱とは簡単に言うと、自分の好きなこと。具体的には心理学、スポーツ、ファッション、医療、デザインなどの仕事でいう業界のことです。文字通り好きなことなので、めっちゃ興味があったり、これが本当に仕事でいいのかなって思うことです。自分の情熱がある分野、まずはこの自分の好きなことを考えてみてください。そしたら次に才能です。才能とは、要するに得意なこと、自然と他の人よりもうまくできたり、やっていて苦がないことですね。具体的には、努力し続けられること、相手の立場で考えられること、人のために行動できる、勉強する、情報を集めること、深く考えること、楽観的に考えられること、リスク管理ができることなどです。ここで間違えてはいけないのが、スキルを才能とすること。スキルというのは、英語が話せる、プログラミングができる、料理ができる、絵が描けるなど
ードです。これが得意なことだと思っている人が多いですが、ここで言う得意なことは才能なので、生まれつき持っているものです。スキルは後から身につけられるものなので、ここはちゃんと区別してください。スキルというのは自分のやりたいことを実現させるための手段であって、それを活用することが目的になってしまうと、選択肢が一気に狭まってしまいます。それに比べてリスクを考えられる、人の気持ちが分かるなどの才能が分かれば、いつの時代でもどんな場所でも使えるものなので、自由度がどんどん上がります。ではやりたいことが何なのかをここで一旦まとめると、やりたいことというのは好きなことを得意なやり方でやるということです。情熱のある分野で才能を発揮するとも言います。好きなことが同じでも得意なことが違えば、やりたいことは変わってくる。ファッションが好きな人が2人いても、得意なことが手先が器用なことなら服を作ることになるし、情報を集めて分析することならファッション関係のマーケティング系の仕事にした方がいいでしょう。なのでまずはファーストステップとして、好きなことと得意なこと、自分の情熱と才能を考えて紙に書き出してみてください。それでは大体のやりたいことが見つかったら、それをさらに次にブラッシュアップしていきます。ということで、やりたいことを作る方法のステップ2です。やりたいことと価値観で本当のやりたいことに仕上げる。おそらくステップ1の方法だけでもやりたいことはだいぶ絞れて、しかもある程度は夢中になれると思います。でもまだダメ。この価値観を最後に付け加えることで、生涯を通してやりたいことにすることができます。では価値観とは一体何なのか。価値観というのは要するに生き方です。例えば自由に生きたい、人に優しく生きたい、穏やかに生きたい、新しい挑戦をし続けたい、安心した生活を送りたい、これらが価値観の具体例です。これをさっきのやりたいことに混ぜることで、本当にやりたいことが作られていきます。安定した生活をしたいのにベンチャー企業に入るのはおかしいし、挑戦したいのに公務員になるのは違いますよね。大事なことを踏まえれば、こういうミスマッチを防ぎ、心から楽しく充実した人生にしていくことができます。そして大事なことが分かると、仕事の目的も分かるようになります。生き方っていうのは自分の人生の目的のようなものです。楽しく生きたい、人のために生きたい、これらを外側に向けることで仕事の目的になります。誰かを楽しませたい、人のためになる仕事をしたい、こんな風にあなたが仕事をする目的が決まっていくんです。僕の場合、自分の人生をどれだけ変えられるか挑戦したい、これが生き方なので、それを外側に向けた結果が今の YouTube で発信している、自分の人生を変える人を一人でも増やしたいとなっています。なので自分がどんな生き方をしたいのか、自分の価値観を最後に見つけて、ステップ1で作ってやりたいことに混ぜることで、自分の本当のやりたいことを作ってください。この本当にやりたいことが作れれば、正直就職面接で無双できます。好きなことはなぜこの業界なのか、そして得意なことはどうやってこの仕事で成果を出すのか、最後に価値観でなぜこの会社なのか、それぞれがこのように対応しているので、面接で聞かれた時に明確な根拠を持って答えることができます。なのでぜひステップ1も踏まえると、情熱、才能、価値観、この3つを自分で考えて本当にやりたいことを作っていってください。それではこれからもこのような動画を上げていきますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で。またね。